こんにちは。ラテン語 VTuber のアニマだよ。今回もポケモン名の由来を解説していくね。ラテン語の他に英語詞の話とかも出てくるから、その面からも興味を持ってもらえたら嬉しいな。今回紹介するのは全国図鑑ナンバー38。ナンバー38といえば、キツネポケモンキューコンだね。モデルは明らかに東アジアの神話に出てくる霊獣キュービのキツネで、神秘的な姿が印象的なポケモンだよね。炎タイプに設定されてるのも、キツネビからの連想って言えるかな。日本語名キューコンの由来は、数字の9とキツネの鳴き声を表す擬音語のコンで、キュービのキツネを表すと同時に、キューコンとの言葉遊びも兼ねた名前って感じがするよね。このポケモンは英語版ではナインテイルズって呼ばれてるの。こっちはおそらく9本の尻尾って意味のナインテイルズと、物語の複数形テイルズをかけた名前って言えそうだよね。モデルが伝説上の生き物ってことを踏まえると、とてもよくできた名前だと思うの。この尻尾のテイルと物語のテイルは両方とも英語古来の単語で、発音は同じなんだけど語源はそれぞれ違ってるの。もともとは発音も違ってたんだけど、音の変化が重なって合流した歴史があるんだよ。それとね、この物語のテイルは伝えるって意味のテイルとか、話すって意味のトークとかと語源関係があるの。意味のつながりを考えると、ちょっと興味深い話だよね。そういう語源研究の話も今後段階的に語っていきたいんだけど、そんな風に言葉が生きてきた歴史がわかるのも言語学の魅力の一つだって思うの。それからもう一つ、進化前のロコンについても解説していくね。こっちは6本の尻尾を持ったキツネの子で、可愛い外見で人気があるポケモンだよね。日本語名の由来は数字の6と擬音語のコンで、生まれた時は1本だった尻尾が成長すると9本まで増えていくって妖狐伝承を生かした育つ途中の姿って言えそうだよね。私の想像だけど、尻尾が6本の段階が描かれたのは炎タイプってことで、この名前がコンロのアナグラムでもあるからだと思うの。そう考えるとすごく意向を感じる造語って気がしない？このロコンの映画名はバルフィクスっていうの。由来はラテン語でキツネって意味のウーベースと、英語で6を表すシックスの混成って言えそうだと思うの。ただラテン語のキツネにはウーピスって形もあるから、そのウーピスと同じくラテン語で6を表すセクスとの混成語って解釈もできるかな。ポケモン名の魅力はこういう風に、世界のいろんな言語とかその歴史とか、掛け言葉やアナグラムみたいな技巧とかが身近に感じられることにもあるって私は思うの。余談だけど、ロコンやキューコンといえばアローラの姿で一世を風靡した歴史でも有名だよね。私が思うに、このリージョンフォームが氷タイプに設定されたのは、キツネといえば雪山ってイメージがあるのと同時に、本来の色違いキューコンの姿も参考にされたからなのかなって思うの。あなたはどう思う？それからこれも補足だけど、キュービのキツネの扱いは時代や伝承ごとに違っていて、神獣って言い伝えもあれば妖怪って言い伝えもあるの。そういう二面性を持ったところもミステリアスな印象につながってるのかもね。どうだった？チャンネル登録と動画の高評価で応援してくれたら嬉しいな。それじゃ、またね。アニマより。